第一は、夜中に人がいるけど無視してていいよ。昔、ある空き地で警備のアルバイトをしたことがある。その空き地は川の土手にあり、平地になっていて詰め所も何もない。広い空き地が広がっているだけの場所だった。その警備は巡回もなく、ただ決められた時間にそこにいればいい。さらに雨が降ってきたら、会社に報告を入れれば帰ってもいい。かなり緩い仕事だった。なぜこんなにも緩いのかといえば、歌舞伎だったかの仮設舞台を建てるための場所を取ったのだが、工事の予定が少し先になってしまったそうだ。そこで工事の開始を待っていたら、担当者から警備会社に。契約期間中なのに、なぜ警備員がいないのか?とクレームが入ったそうだ。そして担当者に逆らえず、とりあえず警備員を配置する。という状況になったのだそうだ。周辺住民や歩行者からすれば、あたりに警備員の格好した人間が空き地でうろうろいるので、そっちの方が怪しいと思うのだが。この仕事を紹介された時に、その場にいるだけでお金がもらえる。というのが魅力的で自分はその仕事をすぐに受けた。現地に行ってみると本当に川沿いの何もない空き地だ。そこにポツンと警備員の制服を着た先輩の日向さんがうろうろしていた。話しかけると。いやー、楽でいいね。と日向さんは笑っていた。そして、その現場の引き継ぎを受ける。交代時に会社には電話すること。雨で帰る際も社員さんに電話をかけてから帰る。勝手に帰ったり、寝るのは NG。座っていても、歩いていても構わない。トイレも近くの公園へ自由に行っても構わない。軽食程度ならとっても OK。時間になったらまた交代の人を待って会社で着替えして帰ること。本当に何にもない仕事だ。しかし最後に日向さんから変な引き継ぎがあった。ああ、あと、夜中にずっと人がいるけど無視してていいよ。何?人がいるって?なんでも、夜になると敷地の外の土手の方から、ギリギリ服装がわかるくらいの距離に、緑っぽい服を着た男性が立っていて、ずっとこっちを見ているそうだ。その男性は夜になると、その場所にいつの間にか現れるそうだ。警備の敷地から離れた場所にいるし、敷地に入ってくるわけでも、何してくるわけでもなく、ただずっと立ってこっちを見ているのだそうだ。そして日が明ける頃になるといつの間にかいなくなっているのだと。警備会社からしても、工事についての何かクレームやトラブルになっても困るので、無視で。という指示だそうだ。幽霊ですか?というと日向さんは、ねえ、怖いよねえ。とゆるく笑っていた。日向さんは何度か夜にこの現場に入っていたが、その人は毎日、必ず現れるのだという。初めのうちは現場の警備員も、みんな男性のことを会社に報告していたが、別に何をしてくるというわけでもないので、次第に報告もしなくなっていったそうだ。まあ実害がないなら、と自分も納得し、その場所の警備に就いた。適当に声優のラジオなどを聞きながらブラブラと散歩をしていると、たまに犬の散歩やランニングしている人などが通る。その度、何のためにここにいるのだろう。という気まずい気持ちになるが、これでお金がもらえるので文句は言えない。すると、ふと気がついた。警備の敷地外の離れた場所に人が立っている。本当にギリギリ服装がわかりそうな、性別が男性とわかるくらいの距離に人がいる。さっきはいなかったのに本当に現れた。あれか。目撃した時正直怖かったが、2時間ほど経つと、あの人、ずっと同じ場所に立ってるのすごいなぁ。という感想の方が強くなった。それにだんだんと夜も更けて暗くなっていったので、空き地の近くにポツポツ街灯があるものの、立っている男性もよく見えず、正直いても、いなくてもわからない感じになった。そのうち夜も明けてきて、少し景色が見えるようになったくらいに明るくなってくると、再び男性の立っている姿が確認できるようになってきた。すごいな。本当にずっとあそこにいたのか?そして周りが完全に明るくなる頃には、いつの間にか男性はいなくなっていた。そのうちに交代の人が来て僕は引き継ぎをして、会社で着替えて帰った。この現場には昼と夜何度か入っていて、その男性は昼には現れず、夜に必ず現れた。出てくる時間もきっかりしているわけではなく、いつの間にか現れて、いつも緑っぽいような、同じ服装に見えた。他の夜に入っていた人から聞くに、おそらく毎晩あそこに現れているのだと思う。しかし、立って見ているだけで何もしてこない。自分も何度も現場に行くうち、次第に怖くなくなり、今日もいるなぁ、
くらいに思うようになっていった。それから2週間ほどその現場から離れていたが、また例の空き地の仕事が回ってきた。あの現場は楽なので、受けてまた現場に行くと、引き継ぎの警備員からまた。なんか見てる人いるけど無視でオッケーだそうです。と引き継ぎされた。もう何度も入っているので、態度には出さなかったが、心の中では、ああ、はいはい、くらいの感じだ。そしてまた暗くなってきてそろそろ出るかな?と思っていると、またいつの間にか現れた。しかし、今回は明らかに何か変わっている。あれ?服装変わった?っていうか別人?しかも女性になってない?前にぼんやりと土手に立っていた緑っぽい男性のような人影が、赤っぽい、少し華奢な女性のような人影になっている。え?人って変わることあるの?さすがにビビって、僕は会社に連絡した。すると社員さんは、ああ、人がいるんでしょ?とめんどくさそうに答える。人はいるんですけど、いつもの人と違うんですよ。ああ、らしいね。でも前と同じで何もしてこないみたいだから。かなりそっけない態度だ。考えてみれば引き継ぎで気にしなくていいと毎回残しているわけだから、誰かが報告していて当然だ。そのうち夜も更け、女性の姿はよく見えなくなり、また明るくなってくると女性の姿が見え出した。以前と同様、おそらく夜はずっとあそこに立っていたのだと思う。その日の朝の交代は、偶然にも日向さんだった。自分は引き継ぎの時に、あの、立っている人、女の人になってません。と聞いてみた。すると日向さんは、ねえ、怖いよねえ。とまたゆるく笑っている。なんでもいつの間にか人が変わっていたそうだ。この件は一応、社員さんにも聞いてみたが、あの辺は変な団体、新興宗教関係がいるからその関係者じゃないか?と予想していたが、それにしてもずっと夜中に同じ場所に立ち続けるのは相当の労力だと思う。しかし幽霊の類にしてははっきりとしすぎてる。一体何が目的なのか、本当に宗教関係の何かなのか、何かの理由で工事の様子を監視していたのか、それとも全く別の理由であそこに立っていたのか。そのうち舞台の工事が始まって、自分はその現場には入らなくなったのだが、工事中も夜にはあそこに立って見ていたのだろうか?あの舞台の工事などは関係なく、他に何か目的があったのだろうか?もしかすると今も夜にあそこに誰か立っているのだろうか?第2話、峠の会。正月に久々に会った渡るといういとこから聞いた話。新米警察官の渡るは、上司と二人で夜に巡回していた。すると無線が入り、〇〇峠にて事故が発生したとの通報を受けた。一番近くにいた渡るとその上司が向かうことになった。峠道を進むこと15分ほど、ハザードをつけたスポーツカーが1台止まっていた。パトカーの赤色灯に気がついたのか、運転手と助手席から男が二人車から降りてきた。渡るはそのスポカーの後ろにパトカーを止め、二人に近づいた。二人はやや興奮気味で状況を説明し始めた。峠道を走っていたところ、後方からバイクが追い越してきた。追い越したバイクはそのままの速度で目の前のカーブに進入。あんな速度でコーナーに突っ込んだら事故を起こすのでは?と思った矢先、まさに目の前でバイクが転倒した。バイクもろとも運転手がガードレールの下を潜って崖下へ落ちていったという。一部始終を目撃し通報したと男たちから説明を受けた。渡ると上司は現場検証を行うため、発煙筒を置いて安全確保した後、二人を伴って現場検証を行うことにした。季節は12月末、ただでさえ冷え込む季節に峠道では寒さがより一層厳しく感じられる。男たちも季節外れの薄着のため心底寒そうに震えていたが、現場検証には協力的だったという。バイクが転倒したのは大きく曲がる右カーブ。コーナー手前にスリップ痕があり、話通り転倒はオーバースピードが原因と考えられた。道路にはスリップ痕からガードレールに向けて一直線に伸びる擦過痕が残されており、転倒したバイクが十数メートルも運転手を引きずったまま滑っていたことは見て取れた。男たちの話では、そのままガードレールの下を潜って崖下へと落ちたという説明通り、確かにガードレールの下の土部分がえぐれており、車体の一部がぶつかったのだろうか、ガードレールの一部が大きくひしげていた。その近くにはミラーやカウルといった部品が多く散乱しており、事故の激しさを物語っていた。
実況見分の結果、男たちの説明に矛盾はなく、バイクの搭乗者の単独事故と結論付けるに何ら問題はないと考えられた。上司も同様の見解を示しており、その旨を本部に連絡してくるとパトカーに戻っていった。男たちはライダーの安否を心配していたが、ガードレール下は暗い闇が広がるだけで何も見えない。数十メートルはあろうこの崖下に落ちてしまえば、まず助かることはないだろうと思ったが、それにはあえて触れずに捜索は民調から行うと告げて、男たちに安全運転に気をつけて帰るよう促した。すると通報者の一人がガードレールから少し離れた場所に歩いていく。何かを見つけたようでヘッドライトがかすかに照らしたその先に、何か球体のようなものが落ちていた。よく見ればそれはフルフェイスのヘルメットだった。渡るがそれを確認しようと歩いていくと、二人も後をついてきた。手にした懐中電灯でヘルメットを照らすと、無残に傷ついたヘルメットの後部が鈍い光を反射した。渡るがヘルメットを持とうとしたところずしりと重い。ヘルメットがこんなに重いはずないのにと勢いよく持ち上げたものの、思った以上の重量に渡るは手を滑らせヘルメットを地面に落としてしまった。その落ちたヘルメットを見て三人は驚愕した。ヘルメットの中に男の頭部がそのままになっていた。思わず、け、という声が漏れる。ガードレールに引っかかって首だけがもげてしまったのだろうか？割れたシールド部分からうつろな瞳が渡るを捉えていた。心の中で、へぇ、ナムアミダ仏ナムアミダ仏。と唱えながら、ヘルメットに手をかけたとき、死んだ魚のような目がギョロギョロっと左右に動いた。そして血をゴボゴボと口から吹き出しながら、痛いよ、痛いよ。と二度大きな声を上げた。渡るは自身が警察官ということも忘れ、二人と叫びながらその場から逃げた。騒ぎを聞きつけた上司がパトカーから飛び出してきたので、一部始終を説明すると上司が、見てくる。と言って一人向かっていった。遠巻きに上司がヘルメットを探している様子を眺めていたが、上司が首をかしげながらすぐさま戻ってきた。ヘルメットなんて見当たらない。と上司は言った。渡るは二人を伴って、ヘルメットがあった場所に戻った。しかし、上司の言う通り確かにヘルメットはそこにはなかった。上司は三人をひとまず落ち着かせ、渡るをパトカーに、通報者をそれぞれ車に戻るよう促した。渡るに代わり上司が運転席に座り、通報者に一礼した後車を発進させた。ハンドルを握る上司は無言だった。そんな上司の態度に、渡るは震える手を眺めながら上司にヘルメットの件は見間違いでも嘘でもないと釈明した。上司はただ一言、わかっている。とだけつぶやいた。署に戻り報告書を書いている渡るに上司が声をかけてきた。あそこは昔から事故が多い。嘘かまことかわからないが首なしライダーが出るなんて話もあってな。まあそんな話は珍しくないんだが、俺も今回と似たような経験がある。後で通報者のナンバー紹介しておけよ。それで全てわかるからな。次の日、渡るが上司の指示通りに通報者のナンバー紹介をすると、十数年前に廃車になっていることが判明。さらに通報者の免許を調べると、同じく十数年前に、あの峠で事故死していることが分かったという。それを上司に報告すると、俺も同じ経験したって言ったろ？あそこはな、そういうところなんだよ。いい経験したな。と笑いながら肩をポンと叩き、報告書を受け取ってデスクにしまった。第3話、二つの月に祈る者たち。中1くらいの時に体験した奇妙な出来事です。学生時代剣道部に所属しており、部活が終わっても自主練にと近所の川辺へとランニングをし、橋の下あたりで素振りをするなどをして、必死に部活に打ち込む日々を送っていました。そんなある日、確か夜の8時を過ぎた頃、いつものように川辺で素振りをしている時にふと空を見上げると、なぜか月が2個浮かんでいました。片方の月はいつも見てるようなサイズの三日月で、もう一方はやたらとでかい満月のような何かでした。最初は近くの店の電光看板か何かだと思ったのですが、看板にしては異常にでかくて距離も近く感じ、色も蛍光灯の明かりではない山吹色の光光とした明かりで、月明かりに似ていると感じました。そんな頭上の光景にとても理解が追いつかず、なんで月が2個あんだ？あれって超でかい隕石か？地球滅亡？俺死ぬのか？
などアホなことしか考えれずに空を眺めていると、周囲に人の気配を感じ辺りを見渡すと、7、80代ぐらいの男性が地面に正座して合掌していました。いつの間にかいた老人に一瞬ビビりましたが、なんとか一緒に逃げねばと思い、じいちゃんここやべえから早く逃げるぞ、と老人に声をかけるも無視、何度叫ぼうとも聞く耳を持たないといった様子で、ただ頭上の月に向かい合掌をし続けていました。そしていつの間にか老人以外にも人が集まりだし、子供や若い女性、中にはバイク用のヘルメットをかぶった人やパジャマ姿の人までもが集まり、皆一様に月に向かって合掌やキリスト教の祈りを捧げ始め、さながらこの世の終わりを体現した光景でした。そんな異様な光景を前にするも、祈ってねえで逃げるぞ、とまくし立てるも全員無視、混乱する頭を抱え頭上に視線を向けると、先ほどよりも月、でかい方が迫ってきており、その表面、月面、が肉眼でも目視できるくらいの距離にまで近づいてきているのに気づき息を呑みました。その瞬間死を覚悟し、死ぬと思った途端に葛藤や後悔、会いたい人のことなどが頭の中を一気に駆け抜けましたが、不思議と冷静になり自分も迫る月に向かって手を合わせ目を閉じました。ほんの数秒にも満たない時間目を閉じただけなのに、次に目を開けると周囲にいた人たちが消え、そして遥か頭上には太陽が昇り、普段と変わらない川辺の風景が広がり、自分はその場に立ち尽くしたままでした。地面に落ちた竹刀を拾いながらさっきまでの出来事を考えるも、さっきのは夢？幻覚だった？と軽くパニックになり急いで帰宅することに。家に着くと時計は11時を過ぎており、鬼の形相をした祖母に。一晩中家に帰らんでどこ行ってた？学校サボって。と怒鳴られ傘でぶん殴られました。激怒する祖母に昨夜の出来事を話すも信じてもらえず。でたらめよな。ともう一発ぶん殴られ泣き泣き学校に行くことに。その帰り道に川辺周辺の建物を見渡したのですが、山吹色の光を発する看板の類はなく、近所の人に聞き込みをするも。そんなもの見ていない。と一周されてしまいました。この出来事から数年後に金星の接近でも似たような光景が見れることを知りましたが、やはり大きさや距離感などが自分が見たそれとはかなり違いました。結局のところ、自分が見た光景や集まった人々が何だったのか10年以上経った今でもよくわかりませんが、あの日見たもう一つの月が、不気味ながらもとても綺麗だったことだけははっきりと覚えています。そしてもし叶うなら、もう一度あの月を見てみたいと思う反面、次にあの月を見てしまったら、もう帰ってこれない、無事ではいられない、という考えが未だに脳裏をよぎります。